エルさん、具合は悪くないですか？平気、寝るなんて、どうせ。あ、ルドガーも左手のやけど、大丈夫？僕、エルの気持ち、わかるんだ。それまでの努力が全部無意味だった。そう思い込んで、大事な人に八つ当たりしたことがあるから。ジルニトラでミラさんが死んだ時ですね。うん。レイヤが僕を心配して作ってくれた食事を壁に叩きつけたりした。そんなことがあったのか。やっぱりレイヤ、話してなかったんだね。最低だった僕が立ち直れたのは、こんな風にレイヤが気遣ってくれたからなんだ。だから、お願いルドガー。ルドガーも、エルを見守ってあげて。うん。昔を思うと、みんなファッション変わったよな。そうだね。特にミュゼとか。あのドレスは大精霊の威厳に満ちていますよね。いや、本人から聞いたが、あれはドレスではないぞ。精霊の力が服のように具現化しているだけで、基本的に全裸だと言っていた。全裸？驚くことはない。ウンディーネやイフリートも同じだろう。ということはミラも全裸？ミラまで全裸かどうかは知らん。ルドガー、一人だけ黙るのはずるいぞ。なんか言え。お前の裸はどうでもいいんだよ。想像して一気に冷めちゃいましたね。すまん、今のは俺の失言だった。ルドガーのフォローのおかげで助かったね。危うく王として危険な領域に突入するところだった。礼を言う。それはそうと。変身中のルドガーって裸だったんだね。くっ。
この町も変わったな。開放的というのか、以前のような抑圧された雰囲気を感じない。抑圧、ミラにはそんな風に見えてたんだ。町だけではないぞ、ジュードもだ。僕？そりゃ言えてるな。ジュードはお堅いんだもの。もっと開放的になればいいのに。いいね、俺もそれ賛成。ちょっとアルビまで。うん、だがジュードは出会った頃よりだいぶ柔軟に。柔軟とかじゃないんだよな。もっと心の奥の衝動ってもんをさらけ出さなきゃ本当に解放したとは言えない。そうよね。ご明察。アルビンとミュゼって変なところで気が合うんだね。微笑ましくていいじゃないか。これも一つの変化だな。Thank you.
Thank you.